月城発電所の1月上原子力発電所が通常原子力発電所は大韓民国継承北道慶州市美北面にある原子力発電所。運営は韓国水力原子力が行っている。創出力は新月上原子力発電所と合わせて477.9万キロワットである。1号機から4号機まで原子炉に世界的に少数派である。 c a n d u ーロを使用していることが特徴。1号機は韓国内で2番目の原子力発電所として1982年に稼働を開始した。34号機は1990年代に稼働を開始している。2012年7月には新月上1号機が稼働した。2015年2月27日、設計寿命とされる30年が過ぎていた1号機の 稼働期間を2022年まで延長することが決定したが安全性について IAEA、e、の最新の基準を満たしていないという指摘がなされている。2017年に発足した文在寅政権は脱原発に舵を切り、同年6月のふるさと原発1号機の停止式典で月上1号機の早期閉鎖を明言した。2018年6月15日。 韓国水力原子力は理事会を開催し、1号機の早期閉鎖を決定。2019年12月24日の原子力安全委員会の採決により閉鎖が決定された。2020年10月20日、韓国監査院は月上原発1号機の早期閉鎖の根拠となった経済性評価について過小評価があったとする結論を発表した。 監査員の決定を受けて、大立法検察庁は脱原発を掲げる、文在寅政権の意向を組んで、採算性を意図的に低く評価した疑いがあるとして、捜査を開始した。月上原発においては、過去に故障などのトラブルが50回以上を数えるといい、2012年11月で30年の設計寿命を迎える1号機は、過去10年間で8回故障。 特に2012年に入ってからは4回故障している。2012年7月に稼働した新月上1号機でも2013年4月に異常停止が発生。5月になって制御ケーブルが試験結果を偽装した不良品であったことが判明したため新行。里原子力発電所2号機と共に運転を中止している。ありがとうございます。